練習者という生き物は変態です。近づくと逃げていく生き物なんですよ。近づいちゃいけないんです。遠くからスーッと見てる。で、匂いよ。匂い。匂いのキーワードが1個あるんですよ。1個。いいですか？みんなね、本を出すときにですね、俺の本を出してくれっていうふうに編集者に言うんですよ。でも、考えてみたら本が出た後、誰がリスクを負うってことです。リスクを負うのは、編集者であり出版社なんですよ。売れなかった大損国ですよ。多くの人はね、目的を間違えてですね、あなたの本を出すことが目的じゃないんですよ。本が売れることであり、もっと言っちゃえば読者の役に立つことです。この姿勢を持ってないと編集者は認めてくれません。逆に言うと、この姿勢を持ってるだけで編集者は、お、ちょっとこいつ違う。で、読者の役に立つという視点で企画を作るといい企画ができます。当然です。だって求められてるんですか。ではですね、読者の役に立つ、どういうことかと言いますと、役に立つための武器ができますよね。役に立つための何か自分の力がいますよね。要するに、力がないと本を出してはいけないんですよ。もし仮に力なしで本を出してしまったら本売れません。売れないと、一回出した本を見た編集者は二度と著者には声をかけてくれません。一冊で終わってしまうとですね、これ著者にとっては最悪です。まず武器を作るんですね。自分の力をつける。だから焦る必要ないんですよ。たっぷりじっくり力をつける。力をつけとけば、あとさっき言った、読者のためにという匂いを発してれば、勝手に見つけてくれます編集者。もう一個だけ大事なのが、運とか縁とかなんですよ、結局のところは。